フィリップ・バルバランはフランス出身のカトリック教会の数ー教で2020年3月までリヨン大司教であった。2003年に数ー教に任命された。バルバランは1950年にモロッコのラバトで生まれた。バルバラン家は大家族で修道女になった二人の姉妹と四人の兄弟からなる兄弟姉妹がいる。バルバランはパリで司祭になるための勉強をし、 1977年12月17日に彼はロベールド・プロヴァンシェル司教によって司祭に除解された。バルバランは1994年まで死亡活動に関わった。この時は彼はマダガスカルの W ・アーチーィ,ィアス,ス・オブ・フィュンランツで進学を教えていた。1998年10月1日、彼はムーラン司教に指名され、 同年11月22日に、イエズス会のフィリベール・ランドリアン・ボロロナ、ヒロツカ・サ教によって、司教除会を受けた。彼は2002年7月16日に、リヨン大司教に推挙された。2003年10月21日に、教皇ヨハネ・パウロ2世によって、数奇教に任命された。彼は、教皇ベネディクト16世を選出した2005年のコンクラーベに、 有権数企業として参加、さらに教皇フランシスコを選出した2013年のコンクラーベにも参加している。さらに、彼は2030年の10月17日の80歳を迎えるまでコンクラーベに参加する資格を有する。加えて、彼は母語であるフランス語の他にイタリア語、英語、スペイン語、ドイツ語とマダガスカル語を話すことができる。 2019年3月7日、バルバラン・スーキ教は、リヨンのカトリックのサンリックスカウト運動の指導者であったベルナール・プレナ神父が1980年代から1990年代にかけて未成年の少年たちに性的な接触をしていたことについて、これを告発しなかったとして、執行猶予付き禁錮6月の判決を受けた。同日、は辞を表明し、 3月18日に教皇フランシスコに会って辞職願いを提出したが、数奇教の弁護士団から控訴の意向があることを知らされていた教皇はこれを却下した。2020年1月30日、リオン控訴院は有罪判決を覆し数奇教に無罪判決を下したが、同日に数奇教は辞意を伝えると発表した。同年3月6日、 教皇フランシスコは辞を受け入れている。ありがとうございます。